はい、今回はリバーズエコでデスクトップパソコン、ノートパソコンを買っていただいた皆様にお伝えしたいことがあるので動画にしたいと思います。 Windows の更新というものがあるんですけれども、 Windows の更新っていうのを長期間していないとパソコンが急に重くなったり動作が固まってしまったりするので、その Windows の更新の方法、そして Windows の更新の重要性っていうのを紹介していきたいと思います。はい、このようにですね、リバーズエコのパソコンは10秒程度ですぐに起動します。これは SSD という非常に速いロムを搭載しているので非常にサクサク爆速の起動性を持っています。こちら外付けの USB 無線 LAN になります。これを差し込むと Wi-Fi を受信することができますので、もしデスクトップとかそれから無線 LAN が内蔵されていないパソコンはこういうのをつけると無線 LAN でネットが使えるようになります。無線 LAN につないだので、ここの左下にあるスタートというところを押します。そして下から2番目の設定というところを押してください。そして更新とセキュリティというところがあります。この更新とセキュリティっていうところを押してするとですね、このように利用可能な更新プログラムというのが出てきます。これは Windows の更新をしている時になります。で、この Windows の更新をしている時はパソコンの作業が重くなるので、もしパソコンの動きが悪くなったら Windows の更新してるのかなっていう感じで思ってください。で、このようにですね、タスクマネージャー開くと、やっぱり Windows の更新をしてる最中はやっぱり結構 CPU が頑張って動いてます。はい、ここのですね、オプションの更新プログラムっていうのがあります。ここは今使ってるモニターとかそれからマウスとかそういったデバイスをインストールする重要な要素になりますので、ここのドライバーの更新プログラムっていうのがあります。ここを押してください。ここを押すとこのように現在インストールされてないデバイスがこう出てきます。こうモニターの、これ三菱のモニターなんですけど、こういうふうに三菱のモニターにつなぐとモニターのデバイスが出てきたりしますので、このオプション更新プログラムを必ず確認してください。これでデバイスが入ってないとうまく互換ができなかったりするので、このデバイスは必ず入れるようにしてください。この Windows のこの更新プログラムを定期的に更新してないとパソコンが重くなったり固まってしまったりするので、もし特に急ぎの事務作業がない場合はこういった Windows の更新をしていただければと思います。どうしても時間がかかってしまうので、なかなかこれを後延ばしにしてしまいがちなんですけど、まあ、こういった再起動とか出てくるんですけど、まあ、これをですねちょっとしないと、いやリバーズエコー最初はサクサクでパソコン使えてたのに、なんかしばらくしたらこれ固まっちゃって全然早くねえじゃんっていう風になったらちょっと残念なので、まあ、必ず Windows の更新はしていただきたいなと思います。この Windows の更新は CPU の能力がかなり大きく関わってますので、これ Core i5 でも結構一生懸命頑張ってるんですけど、これがセレロンとかだとやっぱりかなりの時間を費やしてしまうので、どうしても仕事中にこの Windows の更新っていうのをするのをためらってしまうことが多いと思うんですけど、まあ、仕事終わる前とか、まあ、そういった何かのタイミングでこういった Windows の更新っていうのをかけていただければと思います。 Windows の更新をしないとどうなるかというと、 Windows の Microsoft Defender っていうのが最新の状態で保たれてないとウイルス攻撃とかそういったものに被害を受けやすくなってしまうので、やっぱり更新していた方が安全にパソコンを利用できると思います。うちのパソコンもうちで組んだパソコン使ってるんですけれども、こう会計処理とかしてるとですね、突如重くなったりするんですけど、そういう時にですね、この Windows の更新っていうのを確認するとアップデートするべき内容があったりですね、 Windows の更新してないとやっぱり
固まっちゃったり遅くなったりするっていう要因につながりますので、やっぱりこれはやってほしいなと思います。せっかくご購入いただいてもですね、こういった理由でなんだよ全然早くねえじゃんって思われるのはちょっと残念なので、またこういった Windows の更新っていうのの、まあもし時間が作れるようであればまた思いついた時にですねやっていただきたいなと思います。はい、4回ほど再起動してようやく最新の状態ですという表示が出てます。念のため更新プログラムをチェックします。この最新の状態っていう風にさっきの表示が出ててもチェックするとですね、新しく何か出てくることがあるので、はい、こちら、まあ、普段は最新の状態になってると思うんですけど、もし動きがなんか遅くなってきたなとか、カクつきがあるなとか、なんかモニターの映りが悪いとか、マウスの動きが悪いとか、そういうのがあった場合はですね、ここの更新プログラムをチェックってすると、何か新しいデバイスとか反応した場合はいろいろ出てくると思います。この最新の状態になっている状態が一番パソコンにとってベストの状態ですので、この状態を保っていただけると非常に快適にパソコンを使っていただけると思います。ということで、これはゲーミングパソコンでも同じことが言えますので、定期的に Windows の更新はしていただければと思います。ちなみに Windows 10は2025年までサポートがついてますので、無理に Windows 11にする必要はないかなと思います。 Windows 11も今のところ基準を満たしてないものもそのうち多分入れれるようになると思うので、特に最新のモデルにこだわる必要はないんじゃないかなと思います。こちら去年の末ぐらいに組んで保管してたものなんですけど、まあ今3月で3ヶ月放置してたらですね、 Windows の更新がやっぱり4回ほど再起動しなきゃならないぐらい溜まってたので、やっぱり定期的に Windows の更新はしておく必要があるかなと思います。基本的には自動で更新してくれるので、はい、更新中は遅くなるっていうのと、また更新ずっとしてないとパソコンが遅くなるっていうのは頭に入れておいていただければと思います。こちら非常に小型でスタイリッシュなんですけど、まあ結構サクサクで使えますので、はい、もし会社とかで事務作業で使いたいという方がおられましたら、ぜひデスクトップパソコンもご検討していただければと思います。基本的にはリバーズエコはデスクトップパソコンの場合モニター付きで全部一式セットで販売するようになってますので、はい、外付け無線 LAN もオプションでお付けすることもできますので、またよかったらご検討していただければと思います。それでは終わりたいと思います。